さあ今日はどんな試合になるでしょうか。両チームの選手たちがピッチに入ってきました。さあ相馬を使いました。サイド中央守備力が上がってくる。サイド相馬が来て前田だ。いやでもここの相馬のクロスのところもよく見て落ち着いて合わせましたよね。シュートがあります。稲垣さあ守備力だ。守備力運んで菊池が対応して前を向く。守備力かわして左足シュート決まった。ニアサイドのシュートでしたかも。その中で神戸は日本代表の大迫が怪我をして戦線離脱、そのあたりもダメージは大きいかもしれませんが、イニエスタからのボールだ。さあこうボージャン、ランゲラック止めた。鳥肌立ちましたね。このスペースに入れるパスですけれども、いやスペイン同士のホットライン、素晴らしいパスでしたね。でもこれは左手一本、ドーグラス後ろ、フェルバーレン、さあ混戦だ。武藤、一応ゴールって形になったので、これは今チェック。名古屋は少し、ちょっと中盤の流れは分からないですけれども、後ろ5枚しましたね。はい、システムを変えてきました、クロスが入って武藤だ。ランゲラック止めた。盛り返しドーグラス、ここも最後は守護神ランゲラック。このシーンです、これもイニエスタからの素晴らしいボールでしたね。指先タッチしてるんじゃないですかね。いやわずかに触れてます。指先ですね。イニエスタ、そして武藤だ。吉田豊もついているが、倒れた。倒れましたが PK ではありません。そうですね、ボールには届いてないですから、これをどう。イニエスタ、いや大きいですね。ランゲラック後半の35分、決めた。ところからゴールキーパーの動きを見て、最後はボールを見てしっかり蹴り込みましたね。目安の7分を経過。ここで試合終了のホイッスル。